よーし、それじゃあやってくか。よーお前ら、楽しんでるか？ドッペルだぜ。さっきも言いるよ。今回はみんな大好きリッパーでランク戦をしていくぞ。ランク戦といえばシーズンが変わって環境もまた変わってきてるよね。そうだな。相変わらずリッパーは弱いけど。今シーズンもダメだったか。新しく追加されたサバイバーたちが追えねえんだよな。まあどちらもかなりチェイスが強そうだもんね。あと何気にリッパーが戦いやすかった教授が弱体化して数が減ったのもきつい。マップ上に落ちてる鱗の数が減っただけなんだけど意外と見なくなったよね。初手も追いやすかったし救助狩りもしやすかったから残念だぜ。だがしかし今回は比較的追いやすいパーティーと当たった。リッパーの認知ポイントを上げるためにも絶対に勝つ。まあそう意気込むのはいいんだけどさ、さっきから全然サバイバー見つけられてなくない？これ多分どっかで第一村人見逃してるわ。仕方ない、真ん中にいる占い師を追うとするか。40秒近く経ってようやくチェイス開始。それもフクロウのある占い師さんはかなりきついね。だがこの距離感なら一発目は早めに入りそうだ。さすがに窓枠までは間に合わないはず。とまさかの占い師さん痛恨のフラホミス。これはでけえ。おしかもなんかフクロウ使ってねえか。ここ入れ替わって墓に行くにしても遠すぎるし、鬼没警戒したのかも。はっはっは、残念だが騒音な甘い行動は取らんよ。いや結構しそうだけどね。初手に少し散歩しちまったがこのスピードのダウンならチャラだな。ってことでため攻撃でさっさとし何も見なかった。いいな。逆にそれ外すの難しいでしょ。おい何見てんだこら。理不尽な暴力が墓森さんを襲う。ふう、少し熱くなりすぎてしまった。だがこれで救助役の墓森はもう来れん。あと来れるのは囚人さんと呪術師さんだし、二人ともリッパーなら枯れそうだよね。っていうかなんなら危機一発もなさそう。やっぱ負傷してても救助に来れる奴がいないのは最高だな。あちなみに今回は傭兵骨董商番だぜ。墓の暗号機がついたってことは向こうから救助に来るのかな？耳鳴りはするがどうなんだろうな。この状況占いを4割9するメリット薄いし、まあ隠密待機してくれんなら暗号機遅延になるしこっちからしたらありがたい。ただイスッキンで待ってる時間が増えると動画的にはきつい。急にめたい話してくんな。試合時間が伸びると動画化しづらいんだよね。ただでさえ最近ネタ切れなのに。編集サイドの事情なんて知らねえよ。おい待てネタ切れならなぜ私を使わない。おいまたなんか増えたぞ。私だって最近強化されて強くなったんだぞ。というかお前ら裏ではリッパーじゃ勝てなさそうな時ずっと私を使ってるじゃないか。いやークム君試合時間長くなるから動画化しづらいんだよね。通電前の絵面が地味だからもう少しチェイス能力が高い方がいいよな。私のアイデンティティ前提じゃねえか。まあ悪夢くんはいい試合が取れたら動画化しようと思ってるよ。救助役全員恐怖取った試合とか。せめて私の能力を生かした試合にしてくれよ。まったく。お前ら覚えておけよ。強化された私を見て後悔することになるだろうからね。帰っていったね。何だったんだあいつ。と無駄話をしてる間にジュジュが救助に来てたか。この距離はさすがに枯れないね。だがしかし危機一発はなし。さすがに粘着にも来れんだろうし占い師はとにかくだな。残り暗号機4台で一人飛びはかなりいいペースじゃない。ああ、しかも負傷してるサバが2人もいる。こりゃせかせも早く終わりそうだぜ。そんじゃあ墓森さんと呪術師さんどっちを追うの。ここは呪術師と言いたいとこだがおそらくあいつは治療をもらいに囚人の方へ行ってるはずだ。向こうは板窓も多くて戦いづらいしこっちにいる墓森を追うぜ。スコップを使われても刃を当てれば問題なしだしな。墓森さんもリッパーからすると戦いやすいキャラだよね。ドッペルさんノーコメントで。まだ何も言ってないよ。まあ待て、こういう時の対処法は知ってるんだ。まずは一旦落ち着いて墓森から離れる。あ、墓森さんが潜るのやめたみたいだね。そうだよな墓森、心音がしなくなったらまた暗号機を回したくなるよな。ここで再び戻ることですぐダウンが狙えるってわけよ。まあ実際この一旦離れる戦法ってのは墓森さんを追う時に役に立つよね。お、そこの板間で読み合いするつもりか。お前はアホ？当たった。今回俺がつけてきてる携帯品はスランプ強制アイテムこと貝殻虫。普段より判定が右寄りだからこういうとこは当てやすいのさ。これは携帯品の効果が刺さったね。とそれじゃあこれで二人目釣り。その間に呪術師は回復されたか。暗号機は残り3台だけど中央と墓森さんが回してたとこがかなり進んでたし実質新規が一つかな。いや、デカペの最初墓森が回してたとこが残ってる。あ、確かに。そう考えると意外と解読は進んでいるね。だがしかし救助に来ようとしていた囚人を見つけた。これは枯れる。さすがに暗号機をつけた後そのまま直で救助に来ようとしたのは失敗だったな。これで囚人ダウンだぜ。ナイス。とこの耳鳴り。呪術師が救助に行ってるっぽい。デカペの暗号機が上がってたしまあ行ってるだろうね。うーむ。ここは地下よりも少し遠いとこに来るか。墓森は半分超えたし暗号機がかなり回ってる以上できるだけ救助までの時間を伸ばしたい。呪術師さんが囚人さんを救助する前に墓森さんを倒しに行きたいね。おそらく墓森は回してた暗号機を上げ切りたいと思ってるはずだ。そこを叩く。まだスコップは残ってるはずだし今度こそ刃は外さないでね。当たり前だぜ。暗い墓森。当たった。ふっ。
これで二人目飛び格だ。ナイス。呪術師は今から救助に向かうみたいだし、通電もすぐには死なさそうだな。これでひとまずは形状は確定だね。ああ、とはいえ残り二台の暗号機はどちらもほぼ分。囚人と呪術師に稼がれるつもりはないが最後まで気を抜かずに行くぜ。さあそして囚人さんが救助されると、ここ呪いの溜まってる呪術師より負傷してる囚人を追いたいとこだな。万が一通電した時呪術師を追ってるとワンチャンハッチ逃げまで持ってかれそうだし。リッパーとスタンの相性はかなり悪いからね。ふむ。とりあえず中央の暗号機には近づいていないようだな。あ、足跡発見。近づいてきてるってことは呪術師の足跡か。いや囚人じゃねえか。でもこれで囚人さんのダウンが取れたよ。生還者なしが発動してるってことは呪術師も近くにいる。少し悩んだがこれもう囚人は釣っちゃおう。四釣りを狙うんだったらダウン放棄して呪術師さんを狙った方が良くない？いや、囚人が起死回生を吐くまでに呪術師を倒せないと送電から一気に通電される可能性がある。さっきも言ったが俺は通電後に呪術師を追いたくない。だったら囚人が飛ぶまでに呪術師を見つけて殴りに行った方がいい。なるほどね。というわけで呪術師を探してるんだが、囚人の救助には来てないか。もう完全にハッチ待機してるのか。っていうかそもそもハッチの位置ってどこだ。墓前になかったから壊れる壁のとこか、ここのどっちかでしょ。ここにありました。まずいもう囚人が飛んじまう。こうなったら一か八かだ。特質を監視者に変化。え、興奮の方が良かったんじゃない。いや呪術師のスタンは押してから発動するまでに若干のラグがある。まず刃を当ててその後スタン範囲の外側ギリギリから攻撃モーションに入り、スタンが発動する前に攻撃判定を当てる。そんなことできるの。できるかじゃない、やるんだよ。あっ